どうもー、ミツでございます。今回は登録販売者試験第3章36、内服アレルギー用薬、花の漢方、覚え方過去問実演ということについて動画を撮っていきます。で、僕のチャンネルなんですけども、こういうふうに資格の合格講座とか、コレクション紹介とかですね、いろんなことは話していくんですけども、チャンネルの再生リストっていうところに分かりやすく分類されてますので、よかったらチェックしてみてください。まあ、あとは動画が役立ったとか、興味ある動画だけでも見るよって方は、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃ話していくんですけども、まあ、今回はですね、ちょっと話しながら過去問を何問かちょっと解いていって、最後にですね、締めでまた過去問をやると、まあ、そういうスタイルでちょっと話をしていくんですけども、最後まで見てもらえると、なんで今回はね、そういうスタイルで話したかっていうのが分かってもらえると思うので、まああとですね、次のちょっと登録販売者の動画は、作るのに何日かちょっとかかるとは思うんですけども、またですね、しっかりしたものをちょっと作っていこうと思いますので、よろしくお願いします。それでですね、花の漢方について、説明していくんですけども、まあ、そのね、説明していく漢方の中に、葛根湯化鉛球真意っていう漢方があるんですけども、これに関してはですね、肝臓と麻黄の、両方のね、生薬を含みますと。まあね、こういうね、肝臓とか麻黄に関する出題っていうのは、咳止めとかですね、痰を出しやすくする薬、まあ、僕ね、これについても鎮外去痰薬とか、まあ、そういう形で動画を出してるんで、ちょっとですね、そっちの方もチェックしてもらいたいんですけども、でこれですね、名前がちょっと長いですけども、この葛根湯にですね加えるっていう形で、鉛球と真意っていうね、生薬を加えたという漢方なんですけども、じゃあですね、その僕、風邪薬のね、漢方に関しては、後からね、漢方はまとめてやるからっていうことで、そこはですね、ちょっと、そこでは説明してないんですよ。だけど、まあ、今回ですね、葛根湯化鉛球真意っていうのが出てきたんで、まずね、ちょっと葛根湯について、覚え方というか説明していくとですね、まあ、葛根湯っていうのは、肝臓と麻黄を含みますと、生薬がですね。だから、葛根湯化鉛球真意も、まあ、含むと。まあ、そういうことでね、ちょっと覚えてほしいっていうのが、まずあるんですけども、それでですね、どういうね、方に、使うのが適してるかっていうと、体力中等度以上のものの、まあ、人のってことですね。まあ、感冒の初期、まあ、風邪の初期っていうことですね。それで、括弧して、汗をかいていない、まあ、ものってなってますけど、まあ、人と。まあ、ここがポイントなんですね。それで、一応覚え方がですね、風邪の初期に、カコーンとかますと。風邪のね、その引き始めの時にグッと飲むといいっていうね、まあ、そういうことなんで、まあ、カコーンとかますと。まあ、カコーンっていうのは、葛根湯ですね。葛根湯、カコーンとかます。かますっていうのは肝臓の下に麻黄の間でかますと。まあ肝臓も麻黄も含んでるよと。まあそういうことなんですけども。まああとね、ここの汗をかいていないとか。まあここがちょっとポイントで。まず、要するに、あと風邪の初期と。まあここもポイントではあるんですけども。あとですね、ちょっと気をつけてほしいのが、この葛根湯って、その、なんていうのかな、その登録販売者の勉強してなくても、なんか聞いたことってあるじゃないですか、風邪にいいとかね。まあそういう分、割とね、スタンダードな、誰でも知ってるようなね、名前ではあるんですけども、稀にですね、重篤な副作用として、肝機能障害とかですね、偽アルドステロン症を生じることが知られていますっていうことなんで、葛根湯はね、非常にその、なんていうのかな、よく聞く名前ではあるんだけども、重篤なね、副作用としてこの2つもあると。
いうこともね、ちょっと覚えておいてください。それで、2章もね、もうやらなくなってからだいぶ経つんで、ちょっとですね、軽くギ・アルドステロン症についてね、復習しますと、まあ動画の2の19で僕の方でね、覚え方も説明してるんですけども、これはですね、体内に塩分、括弧ナトリウムと水がね、溜まって、体からカリウムがね、失われることによって生じる病態だよということでですね、これ引っ掛け問題とか出るんですよ。そのギ・アルドステロン症はね、そのカリウムと水が溜まると、それでナトリウムがね、失われる病態であるとか、まあ、こういう引っ掛け問題が出るんで、アルカリを放出っていうことでね、ギ・アルドステロン症のアルとカリウムのカリですね、カリ、アルカリを放出ということで、もう一回ですね、ちょっと復習しておきますので、あとですね、副腎のね、動画も僕出してますんで、時間がある方はですね、それも見たりですね、ちょっと復習してほしいんですけども、それで早速ですね、まず、鼻の症状をね、主とする人に対して、ね、今ちょっと軽く説明した葛根糖化腺球真意っていうのがね、使われますと。まあ、これは言ったようにね、プラスしてますと。腺球と真意ですね。それで、もう一回ですね、この、腺球の方はちょっと復習になるんですけども、婦人薬で出てきましたよね、と。それで、セリ科の腺球ですね。で、まあ、血行改善とかね。まあ、その血行を良くするというような、まあ、効果というかね、まあ、効果、効能を期待して使われるっていうことなんですけども、血行改善腺球リセっていうことでしたよね。まあ、リセっていうのはもう分かりますよね。その血行を良くするね。まあ、登録販売者の勉強してる人だったら分かると思うんですけども、まあ、そういう形でですね、ちょっと覚えてもらうと。これが、腺球の方ですね。次がですね、真意の方なんですけども、これはね、ちょっと僕の方で覚え方も考えたものなんですけど、まあ、覚え方考えたっていうほどではないんですけど、これは、木蓮科のね、こういういろんなごちゃ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 書いてあるものの、つぼみですと。それで、鎮静とかね、鎮痛の作用を期待して使われますと。これ全部覚えられないですよね。だからいろんなものの、まあ、つぼみと、まあ、拳ね、演歌の拳のつぼみとかなんか、まあ、その1個ぐらいはちょっと覚えてもいいかもしれないですけども。で、一応ね、その、まあ、覚え方っていうことじゃないんですけど、木蓮のね、つぼみに精通した、真相はということでですね、そのなんか木蓮のね、木蓮の花のつぼみをね、その研究してる人がいると。それにめちゃくちゃ詳しいと。なんでそんな詳しいんだと。まあ、その真意はということでですね、まあ、覚え方というかね、ただちょっとくっつけただけではあるんですけども、ちょっとですね、よかったら使ってみてください。それじゃあですね、ちょっと過去問をいくんですけども、ちょっとですね、これ、葛根糖のね、ちょっと部分だけやっていこうと思うんですけども、ちょっとですね、こんな感じかな。他のはね、ちょっと風邪の部分で出てきてるんで、これはね、ちょっとまた覚え方を考えようかなとは思うんですけども、ですね、葛根糖は、体力中等度以上のものの、感冒の初期、かっこ汗をかいていないもの、鼻風邪、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛みに適すとされ、重篤な副作用はないと。これはどうですかね。これは×ですよね。で、なぜかっていうと、ですね、葛根糖は非常にね、その基本的な漢方なんだけども、まあ、このね、最初の部分はいいんだけども、汗をよくかくものとかってなってたらまたここも×ですけどね。稀に重篤な副作用として、肝機能障害とか、ギ・アルドステロン症ですね。アルカリを放出の
偽アルドステロン症を生じることがあるので、重篤な副作用はないというところはちょっと×っていうことですね。じゃあ一旦ね、これはちょっとまた別っていうことでちょっと戻してまたこれをやっていくんですけども、ですね、じゃあもう一個ですね、真意で、それでですね、葛根湯化線球真意なんですけども、これはね、要するに葛根湯に、線球と真意をね、加えてるというイメージで、比較的体力のあるものの、鼻づまりとかね、蓄膿症とか、慢性鼻炎に適すと。だからですね、まあ、鼻づまりとか蓄膿症とかね、まあ、僕もねちょっと鼻詰まってると感じてると思うんですけども、まあ、そういうね詰まりがある人にいいよということなんですけども、まあ、葛根湯でねちょっと体を温めてこの詰まってるのをね溶かすっていうのをちょっとイメージしてもらって、まあ、このね葛根湯化線球真意は鼻づまりとかね蓄膿症に適しているということでちょっと覚えてほしいんですね。それでちょっと下がっていくとですね、これは重篤な副作用っていうことでは書いてないので、ですね、葛根湯に線球と真意を加えたんですけども、もともとのね葛根湯の方は重篤な副作用として肝機能障害とかね偽アルドステロン症を生じることがあるっていうふうに書いてあるんですけども、葛根湯化線球真意の方は稀にね重篤な副作用があるっていうことはちょっと書かれてないので、そこの違いはですねちょっと気をつけておいてください。あとですね、それでもう一個やる前にねちょっとまた過去問を軽くやっていくんですけども、まあね、これは、平成30年のね、奈良県の問題で、あんまりですね、その鼻の症状にこうピンポイントで漢方をどんどんこう出していくっていうことではないんですけども、まあ、葛根湯化線球真意はですね、鼻の症状を主とする人に適する、漢方処方製剤であるということで出てるんですけども、これはわかりますかね？これは丸ですよね。今ね、お花の漢方やってるっていうことで。だからあまり出ないんですけども、まあ一応ね、そういう形でちょっと出ることもあるっていうことで、ちょっとこれをやってきました。あとちょっと説明をしていって、またですね、ちょっと最後に、問題をやるっていうふうにちょっとやりますので。ちょっとすいません、水飲みますね。じゃあですね、ちょっと先に進んでいきますと、境外連行湯ですね。境外連行湯は、これはですね、肝臓を含みますと。魔王は含まないんですけどもね、これは、肝臓を含みますということでですね、境外連行湯ですね。それで、これに関してはですね、体力中等度以上で、皮膚の色が浅黒くと、まあ、ここがポイントなんですよ。でまあね、これもいろいろ考えたんですけども、まあ連行っていうとこからねちょっとひらめいたというかちょっと関連つけて、まあ連行連行ってなったら妙法蓮華経ってなんか聞いたことないですか？妙法蓮華経から要するにねお経を唱えるっていうところからちょっとね、その葬儀っていうものをイメージしていただいて、まあ、葬儀っていうと、まあ、どうしてもね、その黒いイメージですよね。その喪服っていうことで、まあ、黒い服を着て、お通夜とか葬儀に参列しますよね。だから、ちょっとね、その、境外連行っていうところから、妙法蓮華経、連行、連行をちょっと意識して、葬儀で黒ということで皮膚の色が浅黒くということでですね、ちょっとイメージしてみてください。でこれに関しては、肝機能障害とかですね、間質性肺炎が、
重篤な副作用として現れる、ことが、まれにですけどもね、知られているっていうことで、形骸連行糖ですね、これの方もちょっとチェックしておいてください。あとですね、次が、真意聖杯糖なんですよ。でこれはですね、体力中等度以上で、今からね説明してる、まあ今まで説明したものもそうですけども、虚弱な云々っていうのはないんですよ。まあ体力中等度以上とか、まあ比較的体力のあるとかね、まあそういうような感じで今話してますんで、ちょっとですね、そこもちょっとチェックしててほしいんですけども、濃いね、鼻汁が出て、時に、熱感を伴うと、まあここがポイントなんですよ。で覚え方なんですけども、青春ハイスクール熱い、恋バナの真意はっていうことでですね、ここのね性ですね、青春ハイスクールですね、青春ハイスクール、熱いですね、熱い熱感を伴う、熱い、恋バナ、濃い花ですね、恋バナの真意は、もう一回戻って、青春ハイスクールから熱い、恋バナの、真意はと戻ってくるみたいな感じですね。まあこれが覚え方と、あとはですね、これも、稀に重篤な副作用があるんですけども、ね1、2は、形骸連行糖にもありましたけども、3のですね、腸間膜静脈硬化症、これもですね稀に、重篤な副作用としてありますので、真意聖杯糖の方ですね、もし余裕があれば、その形骸連行糖との違いをね、ちょっとチェックしておいてください。なかなかねここまでちょっと細かくってなると僕は全然正直覚えてないで、試験に臨んでますけども、まあ、この動画をねせっかく見てくれてるんで、少なくともこう印をつけるとかはしてた方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。あとですね4つ目として、小生流糖っていうのがあるんですけども、これはですね、風邪薬の漢方っていうところでも出てくるんですよ。だから風邪の項目プラス、まあ、このね、内服用アレルギー用薬の、まあ、鼻の症状に使う漢方っていうことでも出てくるんですけども、これもですね、肝臓と魔王を含むということですね。でこれはですね、風邪薬でね、ちょっと出てくるんで、ここのところはね、今までは、体力中等度とかね、そういう形だったんですけども、この小生流糖に関してはね、ちょっと体力中等度またはやや虚弱でということなんですけども、薄いね、水溶の痰というところがポイントなんですよ。でこれの覚え方はですね、小生ですよね、小さい青なんで、小さい青っていうとなんか弱々しいイメージありますよね。だからまあこれでね、そのできたらちょっと虚弱っていうの、まあ体力中等度またはやや虚弱ってすごいややこしいんですけど、まあちょっとね弱いっていうのが入ってるっていうところをちょっと連想してもらって、まあ、小さい青っていうところからちょっと水色をね、ちょっと連想してもらうと、同じ青なんでね、まあ小さい青から薄い青みたいな感じでちょっと水色を連想して、水溶ですね、同じ水色の水でっていうのをちょっとイメージしてもらうと、それでですね、まれに、重篤な副作用として、肝機能障害とかですね、間質性肺炎、あとギアルデステロン症を生じることが知られていますと。ただ、葛根湯に関してはね、同じ風邪薬の漢方で出てくる葛根湯に関しては、間質性肺炎の記載はなかったので、ちょっとですね、ここの違いももし余裕があれば、ちょっと覚えてもらえればいいのかなというふうに思いますね。それでですね、
もう一個ですね、ちょっと追加して、風の漢方っていうことでですね、葛根湯か鍼灸真意がちょっと出てくるっていうことで、葛根湯をね、ちょっとやったので、その葛根湯と、小生流湯ですね。これに関しては、風で出てくるというところなんですけども、もう一個ですね、風の漢方で出てくる魔王湯っていうのもあるんですよ。じゃあなんでね、その魔王湯っていうのを今出してるかっていうと、このね、葛根湯と小生流湯と魔王湯は、風の漢方の中でもね、両方ともっていうか3つともですね、肝臓も魔王も含むと、この3つですね。っていう部分で、試験にやっぱり出しやすい部分があるんで、ちょっとですね、魔王湯も見ていきます。なので、魔王湯も肝臓と魔王を含みますと。で、覚え方なんですけども、これですね、その風邪薬の漢方の中では唯一の表現でですね、体力充実していてという表現が出るんですよ。この魔王っていうね、生薬は、非常に強いそうなんで、だからですね、ある程度体力が充実していないと、強くないとね、ちょっと逆に、適さないとかね、その重篤な副作用とか、やっぱそういう心配があるそうなんです。だから、覚え方としては、魔王湯はね、魔王は強いと、魔王様は強いと。いうことで、魔王湯は、体力充実していてと、やっぱ強くないと、ちょっと、問題あるよね、ということで、ちょっと覚えてみてください。でですね、そうですね。だから、この魔王の量がね、多くなるため、体の弱い人とかね、そういう方は使用を避ける必要があるということですね。ですね、あと、ついでなんですけども、これはちょっとさらっとやりますけども、風邪薬の漢方でね、半夏厚朴湯っていうのがあるんですよ。で、この半夏厚朴湯だけは、肝臓を含まないっていうことで、厚生労働省のね、試験作成の手引きに入っているので、割とこういうところも出しやすいので、僕はですね、全然これも覚えないで試験に臨んでますけども、その、半人前の厚朴だからね、半人前の厚朴だから、感動もないとか、なんかそういう感じでですね、ちょっと、これに関しても覚え方を出せればね、風邪の漢方っていうくくりでちょっと考えられれば考えたいなと思うんですけども、せっかくここまで動画見ていただいてるんで、半人前の香木はね、感動もしない、肝臓も含まないということでちょっと、覚えてみてください。じゃあちょっと過去問をまたやっていきます。はい、じゃあ過去問やっていきます。で、これはね、ちょっとさっきの続きにもなるんですけども、平成29年度のね、東京の問題なんですけども、まずね、魔王湯の方から見ていくと、体力中等度で、時に脇腹から溝落ちうんぬんって書いてありますけど、そもそもね、魔王湯って体力中等度だったでしょうかということでね、こっちを見てもらうと、魔王はね、強いから、風邪薬の漢方では唯一、体力が充実していてという表現が使われているので、これも×と。じゃあですね、小生流湯を見ていくと、体力中等度または、やや虚弱で、薄い水溶の痰を伴うと。これなんかどうですかね？なんか、ん？って感じしませんか？で、これをね、見ていくと、ごめんなさい、こっちだな。ですね。これですね。で、これは、小生で小さい青なんで、水色をね、ちょっとイメージしてもらって、それでね、水色の水から水溶ということで、あと小さい青なんで、弱いもちょっと連想してね、ここの虚弱ということもちょっと考えてもらうということなんで、これは丸っていうことですよね。だからこの小さい青から連想して弱いとかですね。この辺ですね。こういうのをちょっと連想してもらうというような感じですね。あとですね、西湖桂枝湯は、
これはですね、ちょっと罰なんですよ。これはちょっと覚え方やってないんですけども、体力虚弱でね、神経過敏でってなってますけども、これはですね、体力中等度またはやや虚弱で、多くは腹痛を伴い、時に微熱、寒気、頭痛、吐き気などのある人の、胃腸炎、風邪の中期から後期の症状でですね、重篤な副作用として稀に、間質性肺炎とか、肝機能障害があるよっていうことなんで、まあ、これは罰なんですけども、まあ、罰、罰ね、丸まで分かってると、罰、罰、丸ってなってるのって4番しかないんですよ。だから、まあ、これはね、C が分からなかったとしても、答えは分かりますということですね。じゃあ、ちょっともう1問やっていきます。はい、じゃあもう1問やっていきます。これは令和元年の宮城県のね、僕が受けた問題なんですけども、まあ、これの正しい組み合わせっていうことなんですけども、A ですね。因沈喉頭とか十味排毒湯とかですね、この辺の4つは、皮膚の症状を主とする人に使われると。これはどうですかね。これは前回の動画で説明したんで、丸ですよね。で、まあね、その前回の動画の時も言ったんですけども、いや、そのね、乃木坂46とか、なんだ、その AKB とかですね、まあお前ふざけてんのかというふうに思うかもしれないんですけども、ある程度ね、その動画を見ていると、なんかこれはなんとなくその皮膚の、漢方だなとかですね、これは鼻だなとかね、わかるようになってくるっていう部分もあるんですよ。ただ漢方はやっぱ勉強の優先度としたら、下の方にはなるんですけども、だからまあね、試験対策上は、そのね、まあ風邪の漢方とかね、婦人薬の漢方とか、まあ婦人薬の漢方なんかはやっぱり狙われやすいと思うんですよ。あと風邪の漢方とか。だからまあ4つ、まあ4つせいぜい5つぐらいをある程度ね、余裕があれば、的を絞ってもらってやるとかですね、もう余裕がないっていう人はもう2つぐらいに絞っちゃうとかね、それもありだと思いますね。まあ生薬はね、僕めちゃくちゃ出してるんで、それをね、使ってくれればかなり役に立つかなというふうには思いますね。まあそういう考えから、まあこんな感じでね、これは鼻の症状でしたよね。今説明したんで。だもうなんか乃木坂46みたいな。まあなんかそういうイメージでね、あ、これなんか、その鼻の症状のグループの人たちだったな、みたいな。あれ、指原莉乃は入ってないな、みたいなね。あれ、指原莉乃が入ってたら、乃木坂46じゃないな、みたいな。罰だな、みたいな。まあ、なんとなくね、そういうイメージも大切だっていうことですね。まあ、あと、このね、重篤な副作用の部分はちょっと難しいんで、D のところにね、行きますと、葛根湯下腺灸死因は、比較的体力のあるものの、鼻詰まりとか蓄膿とかね。まあ、こういうものなんですけども、これはね、葛根湯に、腺灸真意を加えたものなので、葛根湯っていうのがね、そもそもそれなりに体力がある、虚弱な人が使うものじゃないっていうところで、ここはね、あ、こんな感じだったかなと。あとは、なんか体をね、熱くするっていうのをちょっとイメージしてもらって、まあ、そのね、風邪の、基本的なね、そのみんなが知ってるような漢方薬、有名な漢方薬っていうことで、そのね、なんていうのかな、詰まりを溶かすみたいなのをちょっと連想してもらうってなると、結局ですね、これも丸なんで、丸、丸、丸ってなるとですね、C がわかんなくても、あれ、重篤な副作用もう一個あったかな、なかったかなってなっても、A、B、D がね、丸ってなると、もう3番しかないわけですよ。だから、あ、これはもう C も丸だなと。一応見ていきますけどね。形骸連行湯はですね、あ、これですね。形骸連行湯は、重篤な副作用としてね、肝機能障害とか、間質性肺炎とかが、稀に現れることがあるよと。で、真意性肺湯と比べると、真意性肺湯の方はですね、さらに追加してこの丸3が、稀な重篤な副作用としてあるよ、ということですね。こんな感じでですね、ちょっとその、風邪薬とね、その鼻のね、薬として使うものとか、ちょっと重複してるものとかがあったので、
それでですね、ちょっとやり方を工夫して今回はやってみました。またですね、作ってちょっと頑張りたいと思いますので、ちょっとね、すぐには出せないかもしれないですけども、今までのね、内容でも十分もう合格、もう3章のかなり終わりの方まで来てるんで、もうね、1章、2章、3章僕の内容やってれば、あと独学で4章、5章でも受かるとは思うんですけども、もちろんですね、しっかりと5章まで出していきますので、ぜひですね、よろしくお願いいたします。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね。バイバーイ。